県45は、日本のプロレースラー。本名、坂井健一。東流門の旧規制として入門。2002年12月7日、本名で、デビュー&、村上学組。パートナーは、谷崎直樹。東流門 X 所属となり、リングネーム花井健一を経て、パイナップル花井に改名、南野武史、マンゴー福田トロスサルセロスハポネセスを結成。日本での主戦場を、 道の区プロレスに移しヒール軍団として暴れる。2006年、試合中に、南の王をギターで殴り退場して、サルセロスだったよ発表。黒いコスチューム花井健一として登場する。後に、サルセロスは解散。7月、プロレスリングエルドラド旗揚げにて入団。リングネームを正式に、剣45度に改名する。由来は県は投げ型を意味する。 軍団権を結成して、負けたら軍団入りシングルマッチを行い、バナナ戦が精霊に勝利。強制的に軍団に加入させた。そして、清水元氏を副リーダーとして加入させた。2007年6月、菅原、バラモン兄弟とヘルディーモンズを結成。軍団権は解散。2008年3月、道の区プロレスでのルード軍名、急流となる。12月、 エルドラドの解散により、フリーとなる。2010年10月、ザグレート、サスケとの条件マッチに敗退して急流を離脱して、道の区プロレスの正規軍入りする。また剣が勝った時の条件はサスケが所持していた剣に、大ファンである、ホテイトモヤスのギターを渡すことが条件だった。2012年、藤田ジュニア、ハヤト、南野ン万マ丸と共に、バッドボーイを結成。 一年に一回、第二の故郷である仙台で、ロックバンドとのコラボレーションによるプロデュース工業を開催している。2014年1月13日、4FW ジュニアヘビー級選手権試合に勝利して、シングルのベルトを初ダッシュ。ありがとうございます。